ずですね、まあ、このリリースにもあったと思うんですけども、まあ、他団体もやってるんですけども、この間 JMA もやってるんですけど、今大会からですね、MVP、最高選手、大会ごとの、本戦ですね、ナンバーシーズン、MVP とベストバウト、は、2人ですよね、選手、1試合した選手で、まあ、うちの協賛していただいているスマイルさんというところが、現金で、3万円ずつ、ベストバウト賞に出します。そして、今ここに終わりですけども、まあ、カリスマのラーメン、はい、有名ラーメン店の、俺の空、さんがですね、MVP を賞として、1ヶ月間ラーメンフリーパスで MVP として、出します。まあ、ベストバウトを含めて、試合後に、すぐ発表して表彰するという形で、まあ、今ちょっと今日仮に、ちょっと河野さん写真を撮ってこれ軽く MVP 俺の空ラーメンフリーパス3日ですかってあるんですけども、はい、まず島田さんがもともとレスリングをやってましたけど、自己紹介からちょっとお願いします。はい、紹介に預かりました、島本宗隆と申します。今回佐伯さんと、まあ、雑談の中で我々弊社俺の空もちょうど10周年で、リブさんも10周年ということで何かできないかと、まあ、弊社は微力ながら、花を添えさせていただくことになったんですけど、ご紹介にあったように僕はずっと学生の頃レスリングやってまして、でまた山梨学院大学の、後輩なんかも、佐伯さんの方でお世話になったり、でまたこれからこの業界でしっかり、頑張っていきたいっていう選手を、少しでも応援できたらなという思いで、何かの形でということで、佐伯さんからもアドバイスいただいて協力させてもらってるんですけど、今回、まあ、我々ならではのということで、こういう提案いただいて、ぜひということで、お願いしました。よろしくお願いします。はい、まあ、本当にね、選手やっぱりなかなか生活的にもお金的にも苦しいこのご時世なんで、この1ヶ月ラーメン出るっていうのはすごいことだと思うし、まあまあ、ある意味本当にまた俺の空さんの広告塔っていうふうに思っていただいてもそうだし、すごく魅力があるんじゃないかなと思ってます。まあ、若干この間飲みの席でちょっとそういう話をして、急にこういう話になると、まあ、現金よりもこういうのをまた嬉しいと思いますし、まあ、業界初で、ラーメン1ヶ月食べると。で一応自分のところでやってるのはこれは今日仮なんですけど、このぐらいのパネルを作って、このパネルを必ず持っていかないと食べれないしようかなと。だからそれもっと電車を持って出して、でそこに裏に僕思ったんですけど、裏に食べた時の日付と僕は反抗者いいんですか、スタンプカードを何か来たよで一応ババア店に来たのか池袋っていう感じでいいのと、まあちょっと今ガチで僕また提案なんですけど、もしよければこれがうまくいけば年間通じて一番ベストだった人を1年間とかね、1年間何も食べることやって大変なことやるんですかそういうのまた面白いんじゃないかっていうのをまたちょっと ね、はい、ね先ほど言ったように本当にレスリング、出身で、まあシュートボクシスさんとかも本当に、ね、仲良く太田選手とかしてるし、はい、またレスリング系の選手をやっぱり総合の世界にやっぱりいろんな意味でまた協力関係できると思いますので、これは非常に面白いんじゃないかなと思いますね。はい、ただ細かい部分を言うと、ね、
何ラーメンまでいいんだ、一応ラーメンです。トッピングはトッピングでお金もらってもいいですね。それちょっとまたどっかで話したらね。そうですね、ちょっと持ち帰って、はい。ね、とんでもないやついますからね、そういうやつ、変なやつ。ね、本当に、ね、1メーターぐらいのやつ持ってたら最高ですからね。ね、サイズもちゃんとね、一番面白いっていうことは。はい、もう、行列のできるお店なんで、もう、場はどうする、行けるところでありますんで、もうちょっとこの間、ポスター、持ってきながら食べに行こうとしたポスター忘れちゃう。食べました。そうです。なんか質問ありますか。これ MVP とベストバウトは佐々木さんが決めたんですか。一応基本的にはまあ指導としては一応 MVP は俺の空さんとあと周りも含めながら決めます。はい。でベストバウトもスマイスさんと周り含めながらで試合終わった後すぐ表彰式で、はい、パネルをもらうと。はい。うわ、はい、そうですね、10年前に僕の、ディップ発足当初、最初の方ですよね、はい、先輩なんかも、リング上がってまして、よく観戦はさせていただいてます。マックス、宮沢選手とか、そうですね、同じ。大学でレスリング所にいらっしゃる。まあ、リング上にも何とか試合したことがあるみたいで、プロレスとか。そうですね、もう十何年前ですけど、はい。はい、で、マックス選手と戦ったことあるんですね。もう、はい、プロレスで、はい、ボコボコされました。はい、そういう経験があって。なんか、そのディープっていう大会とかイベントには、なんか、どういうイメージとかないでしょうか。そうですね、やっぱりまあ、先輩なんかが、もう10年近く前になりますよね。リングに上がってた頃から、まあ、その時にまあ僕もまだ体動けたんで一緒に練習付き合いということで一緒に練習させてもらったりそういうのもあったんで大会にも思い入れがあってですね、本当こう身近な思いでリングを、ずっと見てきました。まあ、いろんなまあ、シュートボクサーも行ったし、いろんな大会行ってて、よく本当に会うし、まあ、飲んでもほとんど真面目な格闘技の話ばっかりしかしないんです、実際にね。そう、まあ、相当飲み合いてるみたいですけども。いい、そうです、そうです、そうでもない。はい、そう。だからちょっとね、これ、ラーメン、ちょっと変わった試みですごく面白いと思うんですけど、もう、ラーメン嫌いな人って、新薬なんで、はい。そういう意味ではすごく思います。じゃあ写真。